韓国大統領府の国家安保室長が日本が韓国に要請していた仲裁委員設置の回答期限となる7月18日、日韓軍事情報包括保護協定 GSOMIA について今は維持する立場だが状況に応じて再検討もあり得ると答えたことが報道され、日韓に波紋を呼んでいます。 GSOMIA に関しては2日前に米国から絶対に触れてはいけないときつく指示されていたことはご存知の通りですが、案の定その後韓国はこの発言の火消しに追われているようです。こちらではこのニュースの概要と韓国及び日本国内の反応をご紹介いたします。皆様こんにちは、ナビゲーターのさくらです。今日も皆様と一緒に韓国の話題を少しだけですが掘り下げてみたいと思います。今回もしばらくの間私にお付き合いくださいね。今は GSOMIA を維持する立場だが状況によっては再検討もあり得る。これは韓国大統領府のチョン・ウィヨン国家安保室長が18日、ムン大統領が開いた与野党5党の代表者会議の場で語った言葉です。韓国報道官は協定維持を原則とする基本的な立場からの発言だったと説明しましたが、かなり苦しい言い訳であることは間違いないようです。背景には日本政府が4日から実施している対韓輸出管理の見直しがあるのですが、息も絶え絶えになっている韓国にはわらをもすがりたい気持ちだったのかもしれません。8月から実施されるホワイト国外しを恐れ、米国から厳しく止められていた禁じ手すらも外交カードに利用しようとする政府側の思惑があったと見るのが自然だと思います。ただ波紋を呼んだ国家安保室長の発言は翌19日、青瓦台大統領府関係者により日本の対韓輸出管理の見直しと GSOMIA の関連性についてはっきり申し上げるが関連していないと述べ、これは別問題だとの認識を示しています。ところで頭文字のアルファベットを取って GSOMIA と呼ばれる軍事情報包括保護協定の意味をおさらいしてみたいと思います。 GSOMIA は同盟など親しい関係にある2国あるいは複数国間で秘密軍事情報を提供し合う際、第三国への漏洩を防ぐために結ぶ協定です。日本と韓国は2016年11月23日に日韓秘密軍事情報保護協定に署名していますが、これは日韓が北朝鮮の核・ミサイル関連情報などを共有するために紆余曲折はあったものの、米国が中に立って両国をまとめ締結したものです。この効力は1年で効力が切れる90日前に両国どちらかが協定を破棄する意思を通告すれば終了しますが、逆算すると今年もその期限は8月24日になっており、それまでに破棄を通告しなければ自動的に1年間延長されることになっています。今回の発言が国家安保室長だったということはとても重いことだと思います。米国を日韓問題に介入させるためにわざとやったのかもしれませんが、16日に米国から釘を刺されていたこともありましたので、どんな理由があるにせよこの発言は米国を裏切ったと言っても過言ではないと思います。米国を同盟国とする両国は、例えば韓国の防衛に関しては日米が協力し合ってこそ機能しますから、今回の発言で米国は韓国への不信感をさらに増幅させたと思います。今トランプ大統領は日韓の仲裁役を買って出るような発言が報じられていますが、在韓米軍の南北境界線からの撤退、そして米朝接近などを見ていると米韓両トップの思惑通り米韓同盟消滅に向かって着々と歩みを続けているように思えます。日本の対韓国政策においても今までとは全く違った厳しい対応に変わっていますし、このあたりに関しても日米は同じ方向に歩んでいると思います。ムン政権下での南北統一は主観では確実だと思っているのですが、それが経済問題とどのようにリンクしてどのような経緯をたどるのか読めないだけにかなり興味深いところです。少し大げさですが、私も生き証人の一人としてこれからの日韓関係を見守っていければと思います。
今回のジーソミア関連のニュース、韓国やその他海外ではどのように感じたのでしょうか。日本国内の反応と合わせてお聞きください。それでは韓国の反応をご紹介いたします。日本を敵国とみなす我が国がなぜそのような国とジーソミアを維持しようとするのか分かりません。日本は将来の敵ですからそのまま破棄しましょう。独立運動が始まったようですね。私は大統領と政府を完全に支持します。いい指導者がいてくれて幸せです。我々はさらに一丸となって頑張りましょう。断交までぶれることなく頑張りましょう。まずは韓国内の親日派を掃討しましょう。我が民族はとても強いんです。日本は我が国の足元にも及ばないでしょう。銃声を聞くこともなく我々が静かに勝利するでしょう。軍事協定を破棄してジャパンパッシングをしてやろう。これをバネにしてきっと我が国は日本に勝利します。日韓軍事情報協定は破棄して然るべき協定です。俺たちからの情報は安倍政権の朝鮮半島占領作戦に使われるでしょう。憲法を改正して再武装する日本と軍事情報を共有するって正気ですか？日本の侵略を助けるために我が国の情報を与えるのですか？さすがのアメリカもこれを破棄されるとかなり怒るよね。我が国は日本なしで本当にやっていけるのか？今はグローバル化の時代なのに、ムンは本当に時代遅れのバカ野郎です。ジーソミアの破棄が目的じゃないでしょ。破棄をちらつかせればアメリカが介入せざるを得ないんだから、外交はこれでいいと思います。ホワイト国は日本次第なんだよ。ホワイト国相当の待遇を受けたければ、こちらがそれに見合ったもてなしを日本に対してするべきです。そんなこともムン政権はわからないのでしょうか。ジーソミアは日本が情報をくれることから我が国にはかなり有利な協定だと聞いてます。日本は独と日本故障竹島も狙っているから、そもそも友好国ではありません。適度に距離を置いて付き合うのがベストだと思います。元はといえば日本が悪いんだから、この協定は当然破棄すべきです。大統領府は正気で言ってるのか？ジーソミアは韓国にとても役立ってるし、ましてや日本が無償でバックアップしてくれるのに、これを見直しする意義がわかりません。時代遅れとしか言いようがない。今の戦争の大部分は経済戦争で決まってしまうんだよ。いつまでも日本を敵国呼ばわりしても進展なんかありえない。一つ譲れば一つ譲られるのが国際外交っていうものです。次は海外の反応をご紹介いたします。なぜ日本は韓国との協定を維持するんだろう。日本は日本だけ守っていればいいじゃないか。韓国は日本よりも北の恐怖に怯えているように見えます。北朝鮮は韓国を支配下に置きたいのが見え見えだからね。それならむしろ韓国がお願いしてでも日本との関係を良くしないといけないのでは。日本が反対していないと分かって安心したけど、韓国がどう出てくるかが問題ですね。この協定は米国も含めてとても重要な協定だと思います。今は情報の共有が不可欠な時代なので。もはや日韓の間に同盟関係なんてないように思えるんだけど。すでに日本は第6世代戦闘機やステルス戦闘機の開発に余念がありません。表面上は日中関係も正常化したようだし、北朝鮮は日本よりも韓国を取り込むことに意識が向いていると思います。常にソウルに向けて北のミサイルが照準を合わせているからね。日本はもう韓国との関係を諦めているようですね。韓国との関係を維持したいのは安全保障上の理由ではなく、ただ単に米軍基地が韓国にあるからでしょう。その通りだと思います。日本は韓国よりももっと強大な軍事力も手に入れています。だから日本が必要としているのは在韓米軍の協力だけじゃないでしょうか。宣言してもいいですが、今から3年以内に日本は韓国より北朝鮮と良好な関係を築いていると思います。安全保障について両国が今後も協力する意思があるのなら、他の問題も話し合いで解決できると思います。私には希望しか見えてきません。蚊帳の外の俺たちから見ても、日本と韓国は協力した方が両国のためにもいいと思います。
俺はこの際、はっきりと別れた方がすっきりすると思います。最後は日本国内の反応です。韓国側が見直すならそれは自由。日本側は維持の方針ではあるけれど、韓国側が拒絶する自由もあるのだから。ただ、協定変更を行うとして、その責任は韓国側にあるってことになります。見直しではなく、破棄でお願いします。韓国は有事が起きたら敵側につくでしょう。米国を巻き込むためだけに言ってる気がする。さすがに軍事協定見直しには、米国も放置はできないだろうし。ほんの少し前まで韓国側も引き続き継続の意向だったわけだし、なおのこと制裁は厳しく迅速にお願いしたいと思います。今の韓国の状況ではいつ情報漏洩してもおかしくはありません。そうなるとまた日本の責任に転嫁するでしょう。見直しでいいと思います。今の韓国は信用できませんし、在韓米軍も撤退した方がいいと思います。太平洋の安全保障は日米で対応する方がすっきりします。今までみたいに日本が折れるようアメリカに仲裁してほしくて切り札として出してきたんでしょうけど、相手はトランプ、そうはいきません。引くに引けない状況をどんどん作り出していくムンムンにはこれからも頑張ってほしいです。ジタバタする韓国、日本は冷静かつ確実な対応をしてほしい。半導体の材料は売らなくていいです。国は材料企業に税金で補助するべき。ぜひ離脱を表明してください。信頼関係あっての軍事協定。私たち以上にあなた方は我々を信用していないでしょうから。そちらはその件を持ち出せる立場ではないと個人的には思いますが、脱退なら喜んでお待ちしています。日本の往生際が悪いから見直ししたとアメリカに伝え、安全保障に問題ありとしたら動くというアメリカを意識したものでもあると思う。想定済み、そもそも機能してないし、レーダー照射して言い訳が2点3点するような国と情報共有しても無駄。これ米軍案件だから日本政府は延長する意向だと思います。誤解してる人が多いけど、別に情報共有が義務化されるわけじゃないし、単に共有情報に守秘義務が課せられるだけの話。ただし、韓国政府は何を勘違いしてか、この協定を交渉材料にしようとしています。もしごねたら、米軍とアメリカ政府が激怒して、韓国はさらなる窮地に追い込まれるでしょう。今の韓国政府は自爆ばっかなので、日本政府としては楽でしょうね。今日も最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。今のところジーソミアは継続するような雰囲気ですが、皆様はどのようにお考えでしょうか。コメントいただけると嬉しいです。それでは今日はこれでお別れです。次回もお楽しみに。さくらでした。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。